バーディーが欲しい、バーディーが欲しい、バーディーが欲しい。じっくり開けていきます。ハサミ用意。もうこの配列は鉄板中の鉄板ですから、ハサミ用意。いきます。緊張の瞬間です。ドックンドックンって言ってます、僕の心臓。1クレ目はダビデ3トン。ダビデ3トンは陽気出るな。しかし2クレ目、これは違いますね、違いますね。いやー、来たね来たね。このね、鉄板配列ってね、もうすごい、もうだから言うなればですよ、もう本当、何、南国育ちで4号機のね、4号機の南国育ちで990回転みたいなことですから、今言うなれば。意味わかります、皆さんね。えもう1400ゴッドで言う1450回転みたいなことですよ、言うなれば。すごいよ、もうこの鉄板ってもう絶対当たりが来るって分かってんだから。まあ中には外れもありますけど、なんか配列11、あ、待って、これか、あ、これや、これや、これ最後に回すと、最後にお堅いカード回してんじゃねえよって言われるから、でも最後に回しちゃおーっと、最後に回しちゃおーっと。ビダル、はい、そこ俺の場所。1、2、3、4、5、6クレ目、7クレ目か。いや皆さん本当にコメントの準備よろしいですか。コメントの準備、こんだけ煽って、あの通常レア出たらどうしよう通常レア出たらもう低評価待ったなしですね。その代わりちゃんとなんか良さカード出たらお願いしますよ、高評価。そのために蹴ってんですから、僕は皆さんに、よし、よくやったね、こにらと思われるために蹴ってきてますから、私は。これが10クレ目。ペペ。なんか、ネイマールとペペのカードソース、要は受けたカード、もらってしまったカードの総数がネイマールの方が高いっていう事件発生してますね。ツイッターに流れてきてた。いきますよ。カードを切らないように、ギリギリ上のところを切って。よし。もう行くよ。男らしくドンっていこう。行きます。せーの、ドン！クリスマス！やったすごい短いスパンでクリンスマン2枚目スリーブとローダー。これは底辺なことになったぞ。やばくないですか最近、どうしちゃったんだ本当に。これをちゃんと新品のローダーに入れてですね、はい、いかがでしょうか。ユルゲンクリンスマン、はい、どうでしょう皆さん、やったぜネコニラ。ということで、このカード欲しいよって方、今から流れる説明動画をご覧ください。どうぞ。
はい、というわけでキーワードね間違えないでください。あと抽選動画ね見逃さないでください。ぜひね見逃さないようにチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。皆さんこれからもガシガシ蹴っていきますけれども、なぜバーディー引けない、つらい、さよなら。